71回春季東北地区高等学校野球宮城県大会の閉会式を行います。選手入場。優勝。準優勝校に賞状を授与します。
仙台城南高等学校代表一部前へお進みください。賞状を授与します。第3位清和学園高等学校代表1名前へお進みください。第3位清和学園高等学校以下同部につき省略いたします。優勝校には賞状と優勝メダルを、準優勝校並びに第3位校には賞状を授与します。優勝校は代表2名、準優勝校と第3位校はそれぞれ代表1名前へ。
優勝校に東北新報社より賞状、優勝盾、優勝メダルが贈られます。優勝、仙台育英学園高等学校、代表3名、前へお進みください。開催される東北大会が
大変楽しみです。心から応援しておりますので、それぞれの目標に向かって頑張ってください。そしてどのチームも7月6日から始まる選手権大会に向けて、残された日々の貴重な時間を大切に使いながら、さらに上の栄冠に輝くことを心からお祈り申し上げます。ところで大会を振り返りますと、どの選手も前向きで全力で取り組んだ爽やかなプレーが随所に見られました。しかしながら1点を争う緊張した場面では、練習ではできていることもプレッシャーでミスにつながり、勝敗を分けてしまったこともあったように思います。実はそのちょっとしたミスをなくすことがどれだけ難しいかを皆さんはよく知っているものと思います。勝ち負けはさておき、明日は何でもやってきます。日々の成長を感じながら、チームの一員として自分の役目を果たしていくことが大切です。明日に向かい、焦りや不安は必要ありません。チーム一丸となって次の大会に向け前進するのみです。最後になりましたが、大会を運営いただいた高野連スタッフ、付属審判員の皆様、また明日から応援してくれるすべての方々に感謝し、閉会の挨拶といたします。令和6年5月26日宮城県高等学校野球連盟会長の須中を下し、国旗、連盟旗、河北新報社